青春コンプレックス？説明しよう。青春コンプレックスを刺激する歌とは、夏とか青い海、花火、淡い恋といった一人の学校生活には無縁のワードが多用されて、キラキラにコーティングされた爽やかな歌のことである。でも働きたくない。だって、いらっしゃいませ。絶対こうなって、こうなって。お客様に不快感を与えたでしょうで、死刑を求刑する。それでは判決、死刑。こうなるに決まってる。もしちゃんと話せてたら今頃。突然話に入ってきたと思ったら、私らの会話盗み聞きしてたんですか。後藤さんってヤバいやつだったんだ。絶対こうなってた。もう調子に乗るのはやめよう。つつましく生きよう。アイデンティティが崩壊する。一応憂鬱な日々、増えてくトラウマ、いらない私の負の遺産、思い出してはひっそり泣いてる。暗い暗い私の歴史、いつか笑い飛ばせたらいいのに。短い間だったけど、貴重な体験できて楽しかったです。いいですね、海。うわー、海。遊園地でバイトとかもいいですよね。それ楽しそう。ダメだ、やっぱり未成年には貸してくれない。いや、もっと闇に潜れば、もしかしたら。肝臓売りに行かなきゃ、ぼっち。でも今私はこの4人でチヤホヤされて、情報の圧力。後藤さん、娘がロック氏に名を刻むのか。母、お赤飯だと。妹、お姉ちゃんすごい。犬、え、父、母、妹、犬、父、母、妹、犬。父、母、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 運動のできない者は煙たがられ、存在価値を奪われる忌まわしき祭典。授業内だけでなく放課後も横断幕制作や応援練習に駆り出される強制労働。それはみんなのため。約1ヶ月、体育祭のためだけに生きることを強いられる拷問行為。みんなは一人のために。ほーら、一緒に見ようよ、ぼっちちゃん。ん？な、何これ、カレー？ん？今度はお寿司です。意味わかんないんだけど。晩飯どっちがいいかな。大学行けるほど頭良くないし、私の場合何のために行くのかもわからないし。手に取るようにわかる負の人生。一般相対性理論は、強い重力が働くと時間が遅れるとされています。宇宙空間に存在すると言われるブラックホールは、質量がとても大きな星の最後の姿と考えられ、極めて高密度で強い重力のため、物質だけでなく光さえも脱出することができない天体です。夏も終わるね。来年も一緒に来ようね。Tropical Love Forever。 後藤さんはそんな四六時中人のいるところには行きませんよ。ふむ、じゃあどこを探せば。教えて、北博士。
では解説していこうと思うわ。まず人がいなくてじめっとしていて、ナメクジが隠れそうなところを探すんです。こういう石の裏とかに張り付いているのですわ。ナチュラルの鬼畜だな、この扱いの差。明日のライブが今から想像できる。レコード会社の人がいたりして、素晴らしい、ユーたち即デビュー。現役女子高生バンドのサクセスストーリー、ニュースに取り上げられたり伝説になるかも。それに比例して虚言が達者になってく過程は父さん悲しかったけど、ゲロゲロ。早速店長さんに言いに行こう。はー、超スーパーボッチちゃん。あ、私もギターとベース楽ガチャおうかな。普通に弾くようでだよ。Thank you.